日本東京都足立区宮城宮城は東京都足立区の町名。現行行政地名は宮城1丁目及び2丁目。住居表示実施済み区域である。郵便番号は120047。宮城は足立区南西部に位置する。北で一級河川隅田川及び荒川に面し、西及び南で隅田川に面する。東で小台と隣接する。 小台と隣接する東以外の三方を荒川と隅田川とに囲まれた町が宮城である。土地区画整理事業が比較的行き届いており、直線上の道路が多いが、上述のように北、西、南の三方を川で囲まれた閉鎖的地形をしており、橋を渡るか、東京都道449号、新荒川堤防線を使わずに、町域外へ出ることはできない。 住宅地の地下は、2014年1月1日の工事地下によれば、宮城一の31の6の地点で20万円、平方メートルとなっている。豊島市の一族で、大田助政に仕えた宮城制業の館が、現在の江北橋側の氷川神社にあったとされ、官営の頃には、宮城の村落ができていたと考えられている。かつての宮城村の範囲は広く、村域が、 現在の扇三丁目まで達していたほか、現在の西新井地区近辺に飛び地が存在していた。しかし、荒川放水路の改削によって、宮城地区は分断され、足立区が成立する際に、荒川より南部が南宮城町、北部が北宮城町と町名が定められた。現在の宮城はこのうち主に南宮城町に属していた範囲に相当する。 北宮城町は住居表示の実施によって、扇などの他の町名に変更されたが、都営住宅の北宮城アパートと北宮城公園に北宮城の名が残っている。戦国時代に豪族の宮城市がこの地を領有していたことに由来すると考えられている。2017年12月1日現在の世帯数と人口は以下の通りである。区立小中学校に通う場合、学区は 以下の通りとなる。なお、足立区では、学校選択制度を導入しており、区内全域から選択することが可能。ただし、小学校に関しては、2018年度から学区域、または学区域に隣接する学校のみの選択になる。江北橋を渡れば、大木江東京都道449号、新荒川堤防線を東へ進めば、 お台地区を先住へ、逆に北へ進めば、新殿で、東京都道318号環状7号線へ、豊島橋を渡れば、北区豊島を経て、国道122号へ、東京都道307号王子金町へ戸川線を、経由して、王子駅へ至る。都営バスが運行している。江北橋を渡る東43系統、四45系統。 荒川の土手を走行する大4 5系統、宮城の町域を循環する大4 0平系統がある。また、足立区のコミュニティバス、春風8号の宮03系統が循環している。なお、一丁目には、大手観光バス事業者である、東京バス、足立営業所と、日の丸自動車工業東京営業所が並んで、設置されている。行政教育企業その他、ハット AB、 足立チの町定別の世帯と人口。足立チク。2017年12月7日閲覧、郵便番号。日本郵便。2017年12月7日閲覧、市外局番の一覧。総務省。2017年12月7日閲覧、国土交通省地下工事。都道府県地下調査。区立小中学校の通学区域表。通学区域図。足立チ 2017年12月7日閲覧、学校選択制度について、足立区、く、2017年12月7日閲覧、小学校の学校選択制度の改正について、足立区、く、2017年12月7日閲覧、ありがとうございます。